いらっしゃい。鉄が悪いわ。やっぱ鉄さんが悪いですよね。うん、かましいな。女子大生がどうしてもラーメン食いたい言うたか入れたって俺の優しさが分からんのけ。お前そんな女子大生がどうとかいいんすよ。そもそもどこに行ってたのかを知りたいんすよ。くち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 言いやがって。めめしいんじゃんお前ボケ。それはあんたでしょ。あんたってないのも年上やぞ。まあまあ今回は鉄が悪かったっていうことで収めとこやな。うん、そうっすよ。しゃあないな、今回俺は折れたるわ。はい、ありがとう。あそこに置いといていいんですかね。まあええやろ。お疲れ。ありがとうございました。それでは小沼さん。はい、どうぞ。この間久しぶりに見た千葉さんの映画で激突殺人拳っていう映画があるんだけど知っとるか。いやー知らないですね。あんなこういうシーンがあんねん。大丈夫ですか？てつさん！ああ、持つま！じゃないですか。お客さん、これ第64回ってまだ放送されてないやつですよね。どうやって出るんですか。 おい君、人のもの汚い手で晒してすいません。うわ、これこの間出た作品で。え、お客さん女優さんなんですか。おい、そんなに見ると失礼じゃないか。だって気になるじゃないですか。おい、見るじゃない。女優さんなんて俺初めて会いましたよ。名前聞いてもいいですか。小沼理恵って言います。
じゃあ、リエちゃんか。俺、大滝拓三って言います。お願いします。僕、星哲次郎って言います。よろしくお願いします。リエちゃん、サインとかってもらえますか？いや、無名のエキストラのサインなんていらないでしょ。いやいや、俺らが好きな作品出るだけすごいんすから。ねえ、哲さん。その通りです。いや、セリフもほとんどないし、私が女優だなんて恥ずかしくて言えないよ。夢があっていいと思いますけどね。俺なんて哲さんに店手伝ってくれって頼まれなきゃバイトで一緒に暮らしたんすもん。夢なんて語ってるだけじゃ意味ないよ。辛い時って一人でいたくないですよね。わかります。誰かに話したくなる時もあるんじゃないでしょうか。いつでもお店に来ていただいていいんですよ。どうぞ。もうすっと言いましょうよ、哲さん。しっけえな。君はベラベラ喋りすぎなんだよ。あ、どうぞ。哲次郎さん、ありがとう。いただきます。哲さん。なよ。お前、早しよせ、ボケ。大丈夫ですかね、文さん。こんばんは。お、リエちゃん、いらっしゃい。いらっしゃいませ。また来ちゃった。どうぞ。君、いい加減包丁の使い方どうにかならないのか。これだから教養のない人にはダメなんですよ。タクちゃん、大丈夫？大丈夫。大丈夫。タクちゃん、私手伝おうか。じゃあ、お願いします。おい、どうしてだよ。自分でやらないか。哲次郎さん、いい？はい、どうぞ。いい？タクちゃん、添えるのはパーじゃなくてグーよ。まあ、よく言うのは猫の手みたいににゃそしたらほら、うまく切れたでしょ。へえ、こんなの哲さんに教えてもらってないよ。お母さんに教わったんだ。リエちゃん、もう店でやってくるよ。そうかな。いいですか。まずは3秒以上相手の目を見るんです。なんや、気持ち悪いな。今は俺なんで我慢してください。これでリエさんがニコって笑ったら惚れた証拠です。3秒以上。最後にプレゼント渡したら完璧です。なんや、意外と簡単やないけ。ほんなん誰でもできるかな。女もてつさん、俺買い出し行ってきます。行ってらっしゃい。たくぞうくん、買い出しするものなんてないじゃないか。てつさん。あ、しけしけ、どうぞ、行ってらっしゃい。タクちゃん、どうしたんだろう。彼は頭が悪いですから、あんまり気にしないで大丈夫ですよ。関わるとろくなことがありませんが。リエさん。え？どうしたの？これいいの？どうせなら同じものをつけた方がいいと思いまして。ありがとう、てっちゃん。てっちゃん、
どう？似合ってる？はい、とてもお似合いです。暑いから火傷しないようにね。ありがとう、リエちゃん。はい、クミさんの分もどうぞ。お気に。リエちゃん来てくれたおかげで、ほんまこの店に来んのが楽しゅうてしゃあないわ。なんなんすか、その言い方。俺らじゃ不満なんすか。いや、お前ら二人やったらちょっと暑苦しいな。リエちゃん、こんな暑苦しいとこにおって、彼氏さんにやられへんの。それは大丈夫。今はいないからさ。今はってことは、まあ、ほんまデリカシーないな。ああ、リエちゃんごめん。全然気にしないで。今はてっちゃんたちといることが楽しいからさ。てっちゃんって。どうして分かってくれないの。こんな電気も水も通ってない大阪の田舎引っ越してさ、私と一緒に。あんな、君のは軽いねん。もっと情熱持ってやってくれよ。すみません。まあ、ええわ。結果は後日ということで。はい。ありがとうございました。飲みすぎちゃった。リエちゃん、大丈夫？鉄さん、送ってあげてくださいよ。いや、でも俺、リエさんのうち知らんぞ。聞いたらいいじゃないですか。いや、でも男と女がお前、家で二人ってことはやるってことやろ。また心の準備が。あるわけないでしょ。いやでもな。もういいから早く送ってあげてくださいよ。わかったわかった、送る送る。送るか。リエさん、こっちでいいんですか。うん。こっち。わかりました。リエさん、ベッドです。リエさん、僕、帰ります。うん。てっちゃん、ありがとう。いつになったら返すんじゃ、おい！すいません。今月中には必ず返しますんで。さあ、わしら遊びに来てんのちゃうね、仕事できとるんじゃい。分かってます。おそや。お前、お袋いる言うとったの。ほんならちょっとお袋に話聞いてもらおうか。ちょっと待ってください。それだけは。甘いから。甘いから。甘いわ。甘い。お前ら、手出したらあかんぞ。うわ、切ったら、なんぼしたと思ったんじゃ俺。うわ、うわ、なんじゃお前。おい、お前ら、こいつのこと見てもたれ。お前、見てもたれ、見てもたれ。ですよ。
大丈夫、うん、これでよし。小気味ブンさん、こんなことになるんだったら早めに相談してくださいよ。拓斗君、すまん。おふくろからの仕送り全部パティスロにぶち込んでそのツケが回ってもうた。はいよ。哲夫君も巻き込んですまなんだな。これ今までの分、いやいや足りへんのは分かってんねんけど、今これしかあれへんねん。これ受け取っといて。そんなんええよ、さっさと食いや。お見たまで。おきに。いただきます。てっちゃん。はい。ブンさんとどういうあれなの？僕、昔喧嘩が良かったんです。今もでしょ。しっけな人から話しとき遮るんじゃないよ。はいはい、どうぞお話しください。50人ぐらいに囲まれた時に何とか20人ぐらいは倒したんですけど、残りの30人がなかなかきつくて、そんな時にブンさんがフラーってやってきて、うわーってそいつらのことを驚かしたら、そいつら化け物見たみたいに逃げていったんです。レイコさん、僕と一緒に行きませんか？え？あれから考えたんだ、君の口づけの意味を。口づけ？小吉さん、レイコさん、僕とこれからも会ってくれませんか？つまり相引きってことです。はい、あなたとなら。相引き？二人の向かう先は幸福か、はたまた絶望か。日曜ラジオドラマ愛の朝顔、また来週お会いしましょう。さよなら。おい、終わりかい。おい、続き聞かせろ。おい、おい。てっちゃん。リエさん、おはようございます。おはよう。どうしたの？あの、オーディションはうまくいってますか？あ、今のとこ全然かな。そうですか。気晴らしとかってできてますか？できてないかも。あの、僕と相引きしませんか？相引き？なあ、タクゾ、俺リエさんに変なこと言ってもらったかもしれん。ヘツさんですもんね、失言ぐらいあるでしょ。相引きしますとか言うてもた。ラジオやってうまいこと言ってたんやけどな。哲さん、ほんとアホっすね。相引きっていうのは愛し合う男女が密かに会うことを言うんすよ。てっちゃん、どうしたのその格好。リエさん、声が大きいです。相引きなんですから。本当に相引きだったの？いや、そんなわけないじゃないですか。日焼け対策ですよ。今日暑いですから。あ、ここですね。ありがとう。あの、飲み物とか買ってきましょうか？大丈夫、気にしないで。あ、そうだ、てっちゃん。はい。映画の代金。あ、そんなもの大丈夫ですよ、僕が誘ったんですから。ダメだよ、てっちゃん、そういうのは平等でなくちゃ。そうですか。何だったっけ。同じ映画一度見たって言っていただければ別の映画でも。何回見ても面白い映画はあるからね。
全然大丈夫。それに見たの3年前だし、忘れちゃった。あの、リエさんはどうして女優をされてるんですか？え？いや、ずっと気になってしまって。私はね、オードリー・ヘップバーンみたいに人を元気づけられる女優になりたいんだ。オードリー・ヘップバーン？あ、ローマの休日ですね。知ってますよ。ローマの休日の他にもパリの恋人とかマイ・フェア・レディとかうるわしのサブリナとかあるんだけど、見たことある？いや、そんなの映画好きの常識に決まってるじゃないですか。もちろん見てますよ。うん、じゃあどのシーンが好き？いや、あの、これは男と女が相引きするシーンです。あの、今みたいな。次のオーディションはいつなんですか？来週に決まってるんだけど、いけるかな？リエさんなら大丈夫です。そうね、次の作品がローマの休日のリメイクだから絶対に出たくて。あ、ごめん、ここだけの話にして。ここだけってことは二人だけの内緒ですね。わかりました、誰にも話しません。ありがとう。あ、よかったら僕練習相手になりますよ。いや、悪いよ。いえ、リエさんのためなんで大丈夫です。これは真実の口って言って嘘をついたら噛まれるっていう言い伝えがあるんだよ。やってみなよ。怖いの？あなたがやってよ。うわー！騙したの？え、リエさん、いいんですか？てっちゃん？あ、失礼いたしました。つい役に入り込んでしまって。てっちゃん上手だったからやりやすかった。いえ、とんでもないです。あ、マネージャーさんからだ。あ、どうぞ。はい、もしもし、お疲れ様です。はい、今出先ですが。え、今からですか？え、ちょっと間に合わないかもしれなくて。どうしたらいいですか？はい、あ、はい、わかりました。今すぐ行きます。あ、え、あ、大丈夫です。はい、はい、失礼します。どうされました？マネージャーさんがオーディションの日程間違えて、今すぐ来てって。何時からなんですか？今が3時だから、あと1時間後には着いとかなきゃいけない。間に合うんですか？分かんない、駅からも遠いし。どうしよう。とりあえず急いで行きましょう。おい、どこ向いて走っとんねん。何やねんお前、危ないやろ。前向いて走れとるんじゃん。乗れ。かみようか。てっちゃん、もういいよ。何言うとんねん、まだ間に合うぞ。いや、乗れ。え、はい、乗れ。いいから乗れ。行け！てっちゃん、ありがとう。
兄ちゃん何してんねん。話してください。お前残されたやつのこと考えてんのか。死なせてください。許してください。バカだ。もう許してください。もう嫌なんですよ。お、プチさん、お客さんですか。うん、タクゾ、遅れてもってすまんな。全然大丈夫ですよ。はい、座り。ああ、そうや、タクゾ、あの、ネギ買うてきてくれるか。わかりました。うん、頼むわ。はい。ありがとうございます。どないしたんや。いや、なんでもないです。アホ、なんでもないのに、あの子せんやろ。俺もなんかね、言うてみん。そうですか。なら僕ずっと映画に救われてきて、なんだか分かんないんですけど希望が持てたんです。ああ、俺も映画好きやさかい、なんかその気持ち分かるわ。そうなんですね。ほんでどないしょ。それで自分の書いたもので誰かを勇気づけたいなと思って脚本家目指して頑張ってきたんです。夢やないか。ほな、あれか、映画の脚本とか書いてんの。あ、いや、まだ映像化されたのはなくて、実際やってみたらこき下ろされてばっかで、このままだと誰かに届くことはないのかなって。辛いよな。まあでもあれちゃうか、今頑張っとったらいつか誰かに認められるとちゃうけ。それ前の彼女にも言われましたよ。夢のために別れたはずなのに、こんなありさまって情けないな。まああれや、俺はほんまにあの続けることしかできん人間やさかい、偉そうに言うてもてすまんな。いえ、僕もあなたみたいに前向きになれたらいいんですけど。いや、あれやで、ほんまに合わなだけやで。ごちそうさまでした。もう死ぬなんて考えたらあかんぞ。リエさん好きです。結婚してください。私もてっちゃんのこと好き。結婚しよう。本当ですか。愛してます。やりすぎです、鉄さん。アホ、お前こういうのは情熱的にいかなあかんねや。な、リエ。カズちゃん、どうしたの？久しぶり、リエ。ちょっといい？うん、リエ、ごめん。あれから僕なりにいろいろ頑張ってみたけど、やっぱり僕には才能ないよ。実家帰って親父の仕事手伝うことにする。そっか。叶えもしない夢なんか持たない方が幸せだったんだろうなって今更思うよ。カズちゃん、私はある人に教えてもらったの。え？本当は怖いはずなのに前しか向いてないっていうか、絶対ダメだって思った時でもぶつかっていくんだよね。私ね、ダメだった時自分を責めることに時間を費やしてきたんだ。でもそんな暇があったら前を向かなきゃなって。前を向くか。
からカズちゃん、どんなに回り道してもいいからさ、一緒に二人で夢追いかけていこう。一緒に。あれ、てっちゃん。いや、よかったですね、お二人とも。あれ、屋台の。元気だったみたいで安心やわ。てっちゃん、なんでここにいるの？はっ、ただ取り掛かっただけです。あ、リエさん、オーディションはどうでしたか？間に合ったけど、ダメだった。でも、てっちゃんみたいに諦めずに頑張るよ。そうですか。でも、お二人なら大丈夫です。これ僕の応援の印です。受け取ってください。ありがとう、てっちゃん。では失礼します。鉄、お前どないしたんや。元気あらへんないかい。いや、そんなことあれへんで。ほんまか。うん、もうそんなことええから、今日はもう酒も飲みたいし、ラーメンも食べ放題、もう全部俺のおごり。まか。うん、おう、ええな、めっさ飲むで。ええか。ええよ。そんなこと言うて、あんたそんな飲まへんやん。もうほんま。だけど、お前もええから、もう今日は飲め。いいんすか？うん、ええよ。ありがとうございます。よっしゃ、ほんなら乾杯するか。はい、な、じゃあ鉄の前途を祝して乾杯。乾杯。